2018年6月17日9時解雇されたジェフ・ジョーンズ氏フォトバイ・ジョシュア・ブランチャード、ゲッティ・イメージズ、映画。.com ニュース、ベイ・ワーナー・ブラザース制作の DC コミック原作映画で主導的な役割を果たしてきたジェフ・ジョーンズ氏が解雇されたことが明らかになった。ハリウッド・レポーター氏が報じている。コミック原作者として知られるジョンズ氏は2010年、米出版社 DC、エンタテインメントのチーフクリエイティブオフィサーに就任。その後、DC 作品のテレビドラマ化や映画化を推し進めてきた功績が認められ、16年にはワーナーブラザース内に、新設された DC 映画制作部門、DC フィルムスをワーナー重役のジョン・バーグ氏と共同で率いることになった。だが、世界的な大ヒットとなった、ウォンダーウーマンを除き、ジョンズ氏が制作総指揮を務め、メタ作品は批評家からの評判が芳しくなく、ライバルのマーベル映画に差をつけられていた。そして、巨額の制作費をつぎ込んだ、ジャスティスリーグが惨敗したため、ワーナーは制作体制の再編に着手。ワーナー重役のウォルター・ハマダ氏が DC フィルムスのトップを務めることになったことから、ジョンズ氏の解雇は時間の問題と見られていた。DC エンタテインメントのチーフクリエイティブオフィサーを辞任したジョンズ氏は、今後は脚本家、プロデューサーとして DC 映画に関わっていくことになるという。